天宮1号は中国の軌道上実験モジュール。2011年9月29日に打ち上げられ、中国発の無人ドッキング、および中国発の有人ドッキングを成功させた。2013年に全てのミッションを終了し、2018年4月2日に大気圏に再突入した。天宮1号と新州の上面図天宮計画における初の機体で、重さ約8.5トン。 実験装置室と物資保管室から構成ドッキングポートを一つ装備。中国発ドッキング目標機で天狗1号を打ち上げ後、中国は2年間かけ、新州8号、新州9号、新州10号を打ち上げ、ドッキング試験を計画。新州8号は無人ドッキングを行うが、新州9号と新州10号は有人ドッキングを行う。中国は 天宮1号によって、ドッキング技術を習得し、宇宙ステーション設立の基礎を固める計画であった。2011年11月に、無人宇宙船、新州8号とのドッキングに成功し、中国は、米国、ロシア、EU、日本に続いて、世界で5番目に、宇宙でのドッキングに成功した国家となった。2012年6月には、中国発の女性宇宙飛行士である。 呂広志らによって、友人宇宙船、新州9号とのドッキングに成功し、中国は、米国、ロシアに続いて、世界で宇宙で3番目に、友人ドッキングを成功させた国家となった。2013年には、友人宇宙船、新州10号とのドッキングに成功し、一時3名の宇宙飛行士が滞在した。新州10号とのミッションをもって、すべてのミッションを終了し、 その後のミッションは2016年打ち上げの天宮2号に委ねられることとなった。天宮1号には国際宇宙航行連盟から送られた300枚の連盟機が搭載された。このイヤフ連盟機はロシアのソユーズ宇宙船で国際宇宙ステーションに運ばれアメリカのスペースシャトルにより地球へ持ち帰られたもので天宮1号によって再び宇宙へ打ち上げられたことで 当時運用中のすべての有人宇宙船に乗せられたことになった。この連盟機は新州9号により宇宙から持ち帰られ2012年のベルリン国際航空宇宙省にてイアフに返還。イアフ加盟国に一枚ずつ授与されることとなった。天宮1号はすべてのミッションが終了した後も天宮2号の打ち上げが失敗した時の予備機として軌道上に止まり続けていたが、 2016年3月に機能停止。中国は同年5月に天宮1号の機能喪失を国際連合に通知。天宮2号の打ち上げが2016年9月に成功したことで天宮1号の役目は終わった。天宮1号は2018年4月2日に大気圏に突入し大部分が燃え尽きて破片の実が落下したとみられる。なお厳密には天宮1号は 宇宙ステーションではなく重量約8トンの宇宙実験室のひな型であるが、有人ドッキングのミッションのために一時宇宙飛行士が滞在したため、中国初の宇宙ステーションとも呼ばれる。新州9号の宇宙飛行士打ち上げは、当初2011年8月中旬に予定されていたが、実戦11号04星を乗せた、調整2号 C ロケットの打ち上げ失敗による影響で、延期。 原因を特定した後、9月18日に中星1号 A を乗せた調整3号 B 打ち上げに成功、ロケット打上げを再開。そして9月29日、主戦衛星発射センターから調整2号 FT1、ロケットによる天群1号打ち上げに成功。2011年11月3日の早朝、ダミー人形やドイツとの共同実験装置などを搭載した。 無人の新州8号宇宙船とドッキングに成功。これは中国発の宇宙空間におけるドッキングで、その様子はテレビの他にインターネットやラジオなどで国内外に中継された。2011年11月14日、一旦新州8号を切り離し、難易度の高い太陽光に照らされた場所で2回目のドッキングを行った。2011年11月16日に、 新州8号と分離し、有人宇宙船、新州9号とのドッキングに備え長期管理段階に入った。2012年6月18日14時14分、有人宇宙船、新州9号との自動ドッキングに成功。中国はアメリカ、ロシアに次いで宇宙空間で、有人宇宙船ドッキングを成功させた3番目の国となった。新州9号に登場していた。 宇宙飛行士3名が乗り移り、6月29日まで滞在、将来の長期滞在に備え体への影響などの医学的調査を行った。2012年6月24日、一度新州9号と分離、非常事態に備えた手動ドッキングも成功。有人宇宙船、新州10号とは、2013年6月13日に自動ドッキングに、23日には、 手動ドッキングに成功。新州10号は26日に地球機関、同船は天宮1号を訪れる最後の友人ミッションで、以後は後継機天宮2号に移行した。訪れる宇宙船がなくなった後も天宮1号は軌道上に止まり続けたが、科学者が制御不能状態を指摘すると、2016年9月に中国政府より機械的、または 技術的な理由から機能停止していることが発表された。制御不能になった天群1号は、軌道上に止まれず、大気上の空気抵抗により、次第に高度を下げ、2018年4月2日に、大気検査へ突入し、燃え尽きた破片が、南太平洋上に落下した。これは、結果的に到達不能極ポイントネモの範囲内だったと考えられる。 この大気圏再突入で機体の大部分は燃え尽きると中国政府は主張していたがかなりの大きさの塊が地上に到達する可能性があるとして騒動となった。北緯43度から南緯43度にかけての広範囲が機体の落下予測地点となっており地球上の何時にどこへ落ちるかが全くわからない状態になっていた。ただ天空1号の一部が落ちてきて 人の体に危害が及ぶ、可能性は低く、確率は1兆分の1とというレベルだった。欧州宇宙機関においても、破片が人物に当たる確率について、1年間に雷に撃たれる可能性の1000万分の1と強調していた。ありがとうございます。